ども、まさとら日記のまさです。はい、今順番待ちで、朝の荷下ろし待ちですね。とりあえず今日は、多分8番車だと思います。もう1番は下ろし終わった感じで出ていったんで、でも結構前が単車、あとトレーラーみたいな、そんな感じなんで、その間に1台ぐらいかな、単車が入っとったの。単車がちょっと多いんで、もしかしたら結構早く行けるかな、みたいな感じなんですけど。あ、そうそう。今、またいただき物をもらいまして、ありがとうございます。いつも本当に助かってます。今日は僕荷物積まないんで、このまま帰って、ワクチン？あいつが打つんで、次の日怖いんで月曜日休みにしてもらって、今日金曜日なんですけど、積み置き積んじゃうと、走らないといけないんで、今日は空で終わる感じです。まあ、とりあえずね、待ちたいと思います。順番来るの待ちます。じゃあとりあえずまた後で。よし、よいしょ。はい、今おろし終わりました。今トラックの運転手さんたちだったり、カンカンの人からね、情報を得たら、なんかすぐそこで、なんか事故かなんかしてるっていうので、朝から結構、なんか処理にすごい時間かかってて、なんか大渋滞してるって言ってたんで、今、こっちのね、裏からこう、旧道の方へね、抜けていこうとしてます。なんかめちゃくちゃ混んどるよっていう話なんですけど、まだ処理かかってるって言って、なんか混んどるようには見えないですけどね。あー、でもなんか並んどるっちゃ並んでますね。
かがショート動画をなんか撮ってあげてるんですけど、まあ、あのショート動画はあれもうほとんどもう僕のなんか趣味的な映像なんで本当さらっと 見てもらえたら嬉しいですなんか面白いことやるわけでもなく、ただこう映像を楽しんでるだけなんで、なんかそれをね見てもらえたらまあ嬉しいんですけど、ですけど体重がやばいことになってますもう絶対明らかに太ってますね。最近こうやって前かがみになると腹が苦しいっすもん。もう絶対やばいっす。もうめちゃくちゃ多分体重増えてます。間違いなく増えてますね。もうここに体重増加をご報告します先にご報告します。これもうこうやってやると出入れ苦しい質問もう絶対太ってますわ。ほんとやばい。なんかちょっとずつちょっとずつ、あ、やっぱ腹やばい、腹が出てきた、腹出てきたって思いながら、もういいやもういいやと思っとったんですけど、ちょっとさすがにやばいぐらい腹出てきたんで、マジでなんかちょっといろんなもの控えないかんすか、いかんすかじゃなしに控えないかんかなと思って、ちょっと危険なあの体になってきましたよ昔まで本当何してもなんていうんですか、太らなかったんで、まあ僕は太らんみたいな感じで思ってたんですけど、まあ余裕で太りましたねね、太らんなんていうね、あんな自信を持っちゃダメですねあっけなく太りますよやっぱりね、本当あっけなく太りましたもんね。なんていうんですか、昔もそういうお菓子とかも普通に食ってたし、夜中にね全然そういうお菓子やらコーラやら飲んで過ごしてたんですけど、そんでも本当体重なんでずっと変わらずに来てたんで、まあ、僕は多分大丈夫だななんて思ってたんですけど、全然やっぱダメですね。年取ってきたか知らんけど、溜まってきますねやっぱね。ということで今回の健康診断は多分どえらいことになりますね過去一増えとるってぐらいにはまだなってないとは思うんですけど、多分そこまではまだなってないと思うんですけど、一時期とんでもない時あったんで、そこまでは行ってないと思うんですけど、それに近いぐらいまでには来てるかもしれないですね、もしかしたらやばいっす、本当。どうしましょう。前に1回本当すげえ超えた時あって、その時はさすがにこれはやべえなと思って、運動をしたり
筋トレしたりしてやってたんですけど、それもなんていうんですか、それで結構またグッと痩せたんですよ。元よりちょこっと増えたぐらいにもう減ったんですよ。結構十何キロ落としたんかな、落ちてよしよしと思って、そこでまた気を抜いてまた復活してきてまた復活してきて、これはやべえなと思って、またなんていうんですか、ちょっと考えるようになって、そしたらまた痩せたんですよ。またぐっと元のそのちょっと増えたぐらいにまた落ち着いて、よしよしと思ってまた戻ったなーなんて思って、またそこで気を抜いたんでまた結局あれですよ、超えてきたって感じ。もうなんかそれを結構 2,3 回もこうやって繰り返してる感じで、はい、そろそろ本腰入れて気をつけないとちょっと やばいかなって感じですね。もう諦めたとか思いながらも、やっぱり体大きくなると大変じゃないですか。その一時期大きくなった時に荷台登るにもマジで偉くて、なんかこうひょいって腕ついてひょいって上がるにももうなんか上がらなくなっちゃって自分の体重重すぎてマジでそんな風になったんで、でやばいと思ったんですけど、まあ、今まだそこまでこうヒュッて上がるんで、多分その一時期よりはまだ行ってないとは思うけど、まあ、だいぶちょっと苦しくなってきた感じ。まあ本当は運動ですよね、やっぱね、多分運動をしないかんないと思うんですけど、運動ですよね。運動がな、また最近全然やる気が起きないんですよねだから太るんやろなって話ですけどだからやっていう話なんですけど、なんか運動ってなかなかできないことないですか。みんな普通にああいう運動とかしてますか。全然僕全然やってないんで、やっぱトラックやっとると時間がなんていうのは多分言い訳じゃないですか。みんな仕事してる中で、生活してる中で多分時間作って運動とかしてるんで、まあ僕らもね時間見つけて運動をしないかんのやろとは思うんですけど、そこをねぐうたらぐうたらしとるもんでこういうことになるんですけど、いやね、ちょっとは考えてかんと、これからね、まあ、さらに年も取ってくるとあれだと思うんで、体にもねあんまり良くないとは思うんで、ちょっと気をつけなきゃなって感じですね。あと何あれ、血液ドロドロがちょっと出てきてるんで、やっぱ野菜を食わないかって感じですかね。コンビニ弁当を大量に食っとるっていうのがやっぱまずいんですかね。あれどうなんですかね。僕はあんまりああいう詳しくわかんないですけど、そういうことに血液がなんか結構ドロドロですよみたいなやつ、ああいう検査が毎回だいたい引っかかるというか来るんですけど、評価がちょっと悪いっていうか、もうめちゃくちゃ悪いって感じではないですけど、ちょっと悪いよみたいな感じが出てくるって、いつもの評価に、まあ、やっぱ野菜ですかね、まあ、野菜運動ですかね。まあ寝不足っていうのはね、もう、まあ、寝れる時には寝りゃいいんですけど、まあ、比較的僕はあんまり寝ない人なんであれなんですけど、規則正しい生活なんでが多分本当にいいんやろうとは思いますけどね。規則正しくない生活
生活ってめちゃくちゃ面白いですからね。ねえ。バランスを取らないからですね、やっぱりね。そんなこと言っとると太るんですね。腹出てくるんですね、こうやって。ということで、今週、来週、その、まあ、体重やら、まあ、でも、体重はすぐ分かるか、その場でね、体重とかは分かると思うんですけど、まあ、血液ドロドロは、その、結果がもらわないと分かんないですけど、体重は分かるんで、また体重がどうなってるか、どうなったかは、またその時報告します。ねえ。でもここで今言えることは一つ、多分健康診断に行った後に絶対に僕は多分マックポテトを食べます。もうなんか食べる気満々なんで。もう毎回定番なんで。前回あれやったんですか、ちょっと痩せたでっつってその分太れるっつって調子こいて太ったんで。もうダメですね。今回はなんて言い訳作って食べるかを考えないかですね。ねえ、ほんとやばいっすわ。まあ、そんな感じでマサの体重をまた見守っといてください。どう変化していくのか、これからブクブクと太っていくのか、ね、これをキープできるのか、それともこれをもっと落としてね痩せていくのか、どうなることやらって感じですけど。はい、どうも。今ね、タイヤ交換終了して これからね、ちょっとバックして出ようと思います。ちょっと今車を動かしてもらってるんで、新品タイヤに変わりました。はい、とりあえずね、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次の動画で、バイバイ。